レリー記念研究所治療シアターにて、鏡マイケルでやっていきます。早速3つ続き満々のやつ置いてあるけど。さて、で、今日の鏡マイケルなんですが、まずパチュラダッシュを装備しておりますので、爆速で動ける鏡マイケルです。しかも、興奮と狂気の根性をつけてきているので、サバイバーを担いでる時の方が若干足が速いですね。で、鏡マイケルの足を速くする方法は、雲もいいんだけど、今回はパチュラダッシュと、興奮。これでね、足を速くして、スプバーしゃあないな。これいただけ倒してくれへんかな、なんとか。ね。これ倒して、突っ込む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 。オッケー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 。で、これでいい。もう。離れてもらう。よし。で、レディーなんで破滅それなりに頑張ってくれるとは思うねんな。ここの破滅マジで当店も見つかりにくいよね。なんかわけわかんない箱の中にしまわれたりしてるし、箱の中、うん、そう。で、スプバ入ったし、これ切れんちゃう。いいぞ。よし。オッケーオッケーオッケー。で、あのベイビーメタルみたいなミンちゃんは、ちょっと厳しいかな。どこやってる？やってんねん。あ、反応早い。猫あり？早く助けれる。あー、いい！そのくらい倒しは助かる。よし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 。あ、しかもなんか一人強制苦行入ってるな。いいね。あ、そっかそっか。さっき二人で発電機回してたからか。そうそう。興奮で、ぶん殴って、しかも強制苦行で80秒間治療させなくするという。なかなかに。恐ろしいね。強制苦行強化されたからね、これ。見えてるかな、これ。ね、猫対策で。これだったら猫光らんはずやねんな。こい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 。これぐらいの感じやったら猫光らん。ああ。それダメだ。ああ、その電波は強い。ああ、まだ超えられるな。そうね。無理やな。はい。他におらんねんな、でもな。もう一回奇襲かけたい。ああ、この人猫持ってるな。ちょっとなんか、そっち見たらすごい、ふって反応してるから。おい、オッケー。よし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 。んで、あはは。いい、よしよ。ああ。オッケーオッケー。んで、まあ、とりあえず板割って、はい。で、そこの発電機やられたくないな。まだ破滅残ってんのがでかい。むちゃくちゃでかい。ね。で、こっち行って、こっちの方が足早いので、興奮。ういこれでかい。しかも強制苦行が刺さっていく。結構80秒すい。間違えました。今、睨もうとしました。誰か来てないかを鏡マイケルでしっかりと見て、んで、誰か来てるようであれば、そこに対して、興奮で切りかかっていくと。興奮強制苦行、狂気の根性で切りかかっていく。そんな感じの構成。今のところいい感じに効いてる気がする。よし。で、パチュラ出しても結構いいよな。鏡マイケルもね。足を速くする方法、たくさんあるんですよ。これ救いに行くよね。で、もう一人も来てるかな。あ、来た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 。ここで待つか。角待ち。角待ちック天国。はい、OK。よし！よし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 。これが恐怖やよな。サバイバー側からすると。あの人猫ありそうやねんよな。これ猫見てるよ。ああ、なるほど。まあまあ、しゃあない。この最強板は。まあ、さっさと倒してくれただけよしとしよう。しゃあない、これは。他におるかな。いかん。ちょっと待って。どうしようかな。どうしていけるかな。オッケー。猫ないんかな。なんか、分かれへんな。ちょっと。DS 対策しっかりしてね。鏡マイケルで DS 食らうのはマジで嫌。マジで嫌なので、食らっても追いついたるわっていう感じでいかれへんからね、絶対に。
いか、来てないし。ずーっとこっち側で戦えてるので板も減ってきてるし、発電機も固まってる。発電機固まってる方にの板が減ってきてるから、これは結構いい状況やと思う。よしで、つってちょっとこっち行ってみようか。あ、治る。あ、いいよ、そこは治っても。まあそっちばっかりやっちゃったら大変よねえさあ、ベイビーメタル来た。ベイビーメタルミンは、この子は猫つけてなさそうやな。なんかあんまり無警戒に走ってる感じはある。睨んでても、来て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 、いず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 、カノマチック天国。あい、よっしゃで、は、反応できなかったね今ので。これ見て、これ来たところ興奮強制苦行で行きたいけどな。いや、でもまあこれはやりきるな。発電機残り2個やし、ちょっとこの人キャンプでやりきるしかない。ダメ、救う。これはちゃんとモレル倒して、まあやりきりはできひんかったけどね。まあしゃあないな。こっち担いで、んーで起こしに来ないか、来ないか。うん。キラキラキラ。な。よいしょ。いやいや、おっしゃおっしゃおっしゃ、いいぞその肉壁。狂気の根性強制苦行。そして追いついていく。どこ行った？あ、おっと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 。あ、マジか。その空振り痛い。はい。あ、いった、倒さない。やられたな。今の空振りは焦った。あ、今のは切りたかったけど、まあ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 、一つりワンダウンやし。来てない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 な。釣るか、救う、救うか。よしよしよし、切らして切らして、強制釘を入れる、入れていく。よっしゃよっしゃよっしゃめっちゃ効いてる。よし、切るか。あ、ちょ、これ無理できんな。うん、よしよしよし。で、強制苦行入った、この子をやってしまいたい。こんちゃーす倒せるな、これ。うん、よし、止め、え、止め、よし、よしんで、この人終わりと。まあ、これはもうさっさと釣って終わらせてしまおう。あー、いい感じいい感じ思い通りにいってるわ。うん、興奮強制苦行で結構怪我人ばっかりやし今のところね。あ、回復してるね。うんうん。でこれ、ちょセルフボーイローバーやめてくれまあまあ揺れるんよな、本気でもがかれたら。なんかあの A とさ D の打鍵の強さでちょもがきか、もうこれやめてくださいよこのさ、つかみモーション入ってんのにつかみキャンセルやつ、今の絶対いったと思ったのに、ずるい、ね、ずるずるのずるよそれ。あー、セルフケアするか。んー、あ、救急箱持ちか。なるほど、この辺いたないんですよもうこれは追いたいけどな。ここはなんねんな。それラストよ。オッケーオッケーオッケー、もう終わっちゃってくれ、終わっちゃってくれ、ちゃった、倒しちゃってくれ。よし、これでこっち側の発電機周りもうほぼいたない。いいね、ベビーミンやっちゃおう。俺間に合う。うん、まだ飛ばない。どうしよう、出早っけ。うん、次におる。やってる、結構強引に行くね。あの、こっちに発電機固まってるの分かってるからやろな。うん、はい、どう行こうかな。まあ普通に追うか。うん、はい、デッドハード、もういたないよ。よし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 、もういっ、あっ窓はあるよ。窓天国やからな、レディーはな。よしよし、ミンは終わり？
てないな、全然。発電機固まってるけど、鍵でも探してるかな。ああ、もう、あ、破滅探してるかな。発電機固まってて、んで破滅もあったら、これはもう無理だわ、つって破滅探してるかもしれない。あの破滅、すごいな。なんだ、あの、あ、直してた。ビヨーン。ナチュラダッシュで、おとと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 。あ、これしんどい。あ、そっちに行ける。追いたくないけど。わかってるな。でも、残り2人。ストリが向こうに引きつけて、ストリが発電するってことでしょ、これ絶対。あ、でも、あれ、こっち来てる。なかなかに。まあでも、こんだけ固まってたら。警戒、おぉ、でもこの辺板まだあるしな。そこの板倒させたら、とりあえず OK。詰まったけど、倒される。はい、まあ、これ奇襲したいけどなー、うまいこと。ああやってるね。やっぱ1人が引きつけて1人がやるっていう作戦やな。うん、しっかり役割分担できてる。この2人時間かかりそう。破滅が見つかってないのむちゃくちゃでかいな。やっぱ最強やわ破滅、うん、残れば強い、本当に強い。あ、またいてある。あ、ダメか、うん、まあ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 全然けえへんな。これもハッチ鍵狙いかもな。こんだけ発電機固まってもうたから、うん、やってやってる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 。やっぱ片方がおびき寄せて片方がやるっていう、そういう作戦しかないよ、うん、その作戦には乗らんくもやけど。よしよし。ああ、この辺は痛ないからとりあえず一発切れそう。はい、な、一発切った後、この人らまだ救急箱が残ってんよな、うん、回復されるやろうな。追いたいけどな。でもこれ追ったら多分フェリックスが直しに来るから。あ、フェリックス、あ、でもやってない。オッケーオッケー。おおお。呼んでる呼んでる、うん、しかし向こう行きたいな、うん、これちょっと一人ハッタオさんと終わらん。いえ、そこいたないぞ。この人で歯かな。まだまだ超えない。あー強いなー、その超え方無理やな。この窓だけで一生やられるな。あ、別のとこいてくれた。オッケーオッケーオッケー、来た、よし。んで、うん、せっかく見えるからね、せっかく見えるから鏡マイケルは全滅狙いたいところ、うん、アスプバー、うん、よし一発オーケー。お、いいぞ。そっち行ってくれんのはでかい。ああ、よかった。こっちならもう普通に停止してもいけるっしょ。まあ、先回りしようとは努力しますが、でも、その窓ぐらいしかない。その窓単体やったらそんな強くないよね。うん、いくら鏡マイケルとはいえ、終えるはず。諦めた。よっしゃ、ああ、止まった。いや、破滅が残ってくれたから、なんとかいけましたが、破滅残ってなかったらきつかったやろな。でも、前半戦に興奮強制苦行、狂気の根性が、まあ、それなりに刺さってくれたおかげで、そして破滅様様で、なんとか勝つことができましたね。うん。とは、まあ、しっかり発電機固めて、そこから離れないようにしながら立ち回れたんが、良かったかなと。思いますと。よっしゃ。ちゃんとね、もがき、ちょっと離れて、もがき脱出の夢を見させておいてからのパチュラダッシュで戻る。あ、もがけなかった。はい、よーし。
あ、そうだ、鏡マイケルさ、ミッドウィッチ小学校とかでもやってみてんけどさ、まあ、ミッドウィッチ小学校やっぱあの縦の道が長くて、あの待てる場所が鏡マイケルに対して待ちやすい場所がいっぱいあったから、結構あの分かってるサバイバーに当たると全然厳しかった、うん、まあレリーだろうがホーキンスだろうが結構スプバ猫持ちのちゃんと鏡対策のあの分かってるサバイバーと当たると結局きついねんけどね、このキラあんまり鏡マイケルに会ったことがない人にびっくり演出をしていくのが鏡マイケルみたいなとこあるよ。いやー、鏡で無慈悲取れたわ。ちょっと長い試合になったしね発電機を守るものとかも稼げたんかもしれない。ほい、よっしゃ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。